勝つには勝ったが憂鬱だ。ホムラちゃん、カメラがこっちに来ます。チャンスは今です。ネタを披露など本当はやりたくなかった。どうして？前はあんなにノリノリでやってくれたのに。考えてもみろ、お前たちは私のギャグに慣れている。しかし忍びのお偉いさんたちは、私のギャグは初体験だ。耐えられると思うか、嵐のような私のギャグに。もし笑いすぎて心臓発作でも起こしたら、忍びの仕事どころではなくなる。私はそれが心配なんだ。バカ言ってないで、ほらカメラが来たわよ。やるしかないのか。はーい、 YouTube ご覧の皆さん、私はホムラです。いきなり変な日本語。では勝利を祝して一発芸をやります。すぐ元に戻った。わけわかんないわね。待ってください、ホムラちゃんが6本の刀を取り出しましたわ。出るで、あの技が。ホムラ流携帯模写術、ひよぎカニからのいつもより多く回しております。さすが私、未来どうだ、 YouTube の反響は。ホムラ、それが、その、言っておくがな、受けるのは忍びの仕事のみだぞ。お笑いの営業とかはお断りだからな。仕事の依頼は来てないよ。動画の再生数は最下位で、コメントも全然伸びてないんだけど。なに、カニ&サラマーシが受けなかっただと？そんなことあるわけがない、あるわけがないんだ。ホムラちゃん、落ち着いてください。次の予選3回戦では私が行きます。ホムラちゃんだけに恥をかかせません。ヨミ、気持ちは嬉しいが、カニ&サラマーシを超えるようなネタをお前は持っているのか？ええ、もちろんです。私、勝算なき戦いはいたしません。お腹が減るだけでもったいないですから。なんだかわからないが、すごい自信だ。
1レッツ。安心してください、ホムラちゃんの敵は絶対に取ってみせますわ。かなり自信がありみたいだが、どんな芸をするつもりなんだ？それはまだ秘密ですわ。そういえば、ヨミお姉ちゃん、さっきごそごそと何か準備してたけど。準備？意外と王子化けのネタなのか？ヨミ、あとは任せたぞ。ええ、お任せください。私渾身の芸を披露いたしますわ。私に語れば、こんなもんよ。シロップをかけなければただの水、ほとんどお金がかかりません。それでいて大食いの中でも最高難度と言われる一品、目立つこと間違いなしです。うわー、なんて量のかき氷を用意したんだ。でもかき氷を大食いなんてしたら、ヨミお姉ちゃんのお腹が。無事ではすまんやろうな。もとより覚悟の上です。わかった、ヨミ、骨は拾ってやる。命尽きるまでかき氷を頬張ってこい。はい。しかしヨミはどうやってあれだけのかき氷を用意したんだ？確かにそうね、ここって飲み水はペットボトルでしょ。どこの水を凍らせたのかしら。ヨミさん、ちょっと前にプールの水を汲んでたで。何？それじゃああのかき氷はプールの水で作ったのか。ヨミ、やめろ。そんなかき氷を食べたらお前の腹は本当に。皆さん、心配してくださってありがとうございます。でも大丈夫、貧民街で鍛えた私のお腹はプールの水ぐらいで壊れるものではありません。ヨミはどうした？まだトイレから出てこないよ。そうか。さすがのヨミちゃん、でもプールの水のかき氷はきつかったみたいね。仕事欲しさのあまり、ヨミをこんな目に遭わせてしまうなんて。くそ、リーダー失格だ。私はホムラちゃんは悪くありません。ヨミお姉ちゃんの声だ。
トイレからだよ。むしろ謝るのは私の方です。自分のお腹を過信していました。もういいヨミ、何も言うな。今はトイレで安静にするんだ。はい、ではお言葉に甘えて。こうなったら次はわしの出番やな。出番って、日陰ちゃんは何をする気なの？ラップや。え？ごめんなさい、よく聞こえなかったわ。もう一度言ってくれる？ラップや。ああ。ラップや、ラップ。嘘でしょ？嘘やないで、サンキューベイベー。日陰ちゃんがラップってなんか大変なことになるような気がするんだけど。さあ、予選の4回戦が始まるで、要チェケラや。わしがラップをやるのはそんなに変か？うん、即答やね。そもそもなんだけど、日陰ちゃんはラップってなんだか分かってるの？食品用のラップフィルムじゃないんだぞ。ちょっとわしのことバカにしすぎとちゃう？さあ、行くぞ。リン、鈴音先生が相手だと。鈴音先生、どうしてミス R という馬鹿げた真似をしているのですか？何の話だ、私はミス R ではない。いや、そんな、あれは一目見れば。私があんな変態みたいな格好をするわけなかろう。そうですね、わかりました。ではそういうことにしておきます。それがいい。話がまとまったところで勝負だ。もっと本気、本気を見せて。殺せ。強くなったな、お前たち。こんな大会でも勝ちは勝ちだ。胸を張っていいぞ。はい、ありがとうございます。それじゃわしはラップの準備をするわ。ラップ？何の話だ？いや、その気にしないでください。最後にもう一度聞くぞ。本当にやるのか？もちろんや。おいカメラ、こっち向け。ほな行くで。せやな、せやな、せやな、せやな。わしは日陰、無感情生まれ、無表情育ち、不気味ガール。たまに笑うとみんな怖がる。
こんなわしにも夢がある。それは YouTube の VTR。 仕事がたくさん舞い込めばホムラグレン隊は最強になる。待ってるでオファーのメール、片っ端から受けてやる。あれ、なんだかかなり面白いんだけど。確かに。せやな、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 チェケラッチョ、ヘイ。Thank you, baby. さすが私。読み上げてくれ。うん、ね、忍者テーマパークで大道芸をやってほしいんだって。あと司会もできる人がいると嬉しいって。やっぱり、はい、思った通りです。こうなるんじゃないかと思ってました。私たちは忍びだぞ。芸人みたいに営業の仕事を増やしてどうする。そうだよね。いや、すまない。未来に文句を言っても仕方がないのに。うんうん、忍びの仕事が来るように私も頑張る。何、まさか未来も。私は芸なんて持ってないけど、やれることをやってみる。必ず目立って忍びの仕事を取ってくるよ。未来さん、気をつけてください。芸の道とは恐ろしいものです。一歩間違えばトイレにこもることになりますから。いや、読みお姉ちゃんみたいにトイレにこもるようなネタはやらないよ。ついに見つけたぞ、ホムラ。この私がわざわざ会いに来てやったんだ。ありがたく思え。誰だ、お前は。そんな安い挑発など私には聞かん。さあ、おとなしく私と PBS で勝負しろ。いいだろう。たとえよく知らない者が相手でも、勝負を挑まれて逃げる私ではないからな。そうね、大会とは関係なくても派手に暴れていれば生放送されるだろうし。よし、カメラが来たらチャンス到来だね。私頑張っちゃうよ。それはまだ秘密だよ。私のカニ&サラ回しよりも面白いネタということか。え、そんなことないよ。その動揺、やはり
私より面白いネタなんだな。成長したな未来。少し悔しいが私は嬉しいぞ。みんな聞いてくれ、未来のネタはすごいみたいだぞ。やめてよ、ハードル上げるのは。ついにこの時が来た。ホムラ、覚悟しろ。だから誰なんだお前は。お前本当に私を忘れたというのか。小学校の同級生か。違う。遠い親戚。違う。分かった、バイト先の店長だ。そんなわけあるか。じゃあ誰なんだ。私をコケにするとはいい度胸だ。抜け人どもも悪の鉄槌を下してやる。もっともっと巻きで。バカな、ありよくも。わけが、さっぱり思い出せないな。知らないうちに恨みでも買ったんじゃないの。ま、今はそんなことはどうでもいい。こちらの計画通りに YouTube でも配信されているようだ。あとは未来の芸次第ね。こっちに来たぞ。それじゃあやります。この日傘を使って一発芸を。爆弾をいつもより多く回したいと思います。爆弾を回すだと。そりゃ無茶や。失敗したら死んでまうで。それぐらいの覚悟がなきゃ私の芸じゃ目立てないもん。大丈夫、絶対に成功して忍びの仕事を取ってくるから。未来はるか様、私のパソコンで BGM を流して。了解よ未来。音楽ファイルと、これかしら。ちゃんと録音できてるよね。はるか様、それは違う、ダメ。10年後の私へ。どう、元気、毎日は楽しい。なんやこれ、未来の声やないか。違うの、これは私の声じゃない。この間私占い師に言われたよね。10年後に化けるって、大化けするって。とんでもないプロポーションになって、とんでもないフェロモンを振りまいて、とんでもない女性になるんだって。だから私毎日頑張るよ、素敵な10年後の自分になるために。 I'm proud 未来。 I'm proud 未来。爆弾が日傘から落ちたで。
何を言ってるの。ナイスファイトだったわよ未来。私はあなたを誇りに思うわ。はるか様、ありがとうございます。未来、誰のせいでひどい目にあったか忘れてるみたいやな。でも再生数のランキングは上がりません。未来さんが身を挺したというのに。ちょっとやそっとの刺激じゃ見ている人も満足できなくなってるのかも。そうか、だとしたらどうする。こうなったら炎上商法しかないわね。炎上商法？なんだそれは。不謹慎なことをわざとやって批判と引き換えに注目を集める手段よ。それは卑怯じゃないのか。卑怯も作戦のうちやん。だからここはなんだこの揺れは。地震でしょうか。でもなんか変だよ。地面が揺れてるって感じがしないんだけど。確かに変やな、この揺れ。収まったみたいね。変な地震だったな。地面というより空気が揺れていたような。おや、この匂いは火事ですわ。今の地震のせいかもしれんな。みんなすぐに消火するぞ。炎上商法をやる前にこんなことになるなんて。みんな気合を入れろ。ウォーターガンで消火するんだ。私の大事なもやしが炎に飲まれていきますわ。今はもやしにかまってる場合じゃないわ。でもあれはただのもやしじゃありませんの。オーガニックの超高級もやしで。つべこべ言わずに消火だ。死にたくないだろ。視聴者も盛り上がってきたわ。Yes!
激しいね。味方がやられたみたいね。残り時間半分。安心やな。怪我人もいなかったようで何よりだ。みんなよくやったぞ。全然よくないですわ。私の大事なもやしが、もやしが。炎上商法なんてちっとも良くないですわ。燃えて燃えて結局残るのは炭だけ。このもやしのように虚しい最後を迎えるのです。確かに本物の火を見た後じゃ炎上商法を起こす気にもならないわね。うん、そうだね。みんなすまない。どうしたの、ホムラちゃん。YouTube で目立とうと言い出しておきながらなんだが、もうこんなことはやめにしよう。え？消火活動をやっていて思い出した。自分から売り込まなくても私たちの力はいつか必要とされる時が来る。そんな時がいつ来てもいいように牙を研ぎ続ける。それが私たちにとって一番大事なことのはずだ。確かにおっしゃる通りですわ。そうね、よく考えてみたら忍びが目立とうだなんて本末転倒だしね。仕事のことならまたバイトを頑張ればいいさ。じゃあ B1 グランプリはどうするの？食べ物100年分は魅力的だが、ここで棄権しよう。かえって修行ってわけやな。その通り。さあみんな帰り支度の準備だ。どうした、未来。変なメールが届いたの。変なメールって、ド M クラブからのメール？私はそんなクラブには入ってないよ。
では誰からのメールですの？それが差出人が不明で、本文は穂村グレン隊一同へ、あなたたちに頼みたい仕事があるの。もちろん忍びの仕事よ。仕事内容は PBS に関すること。実は PBS には裏があるの。 P1 グランプリの最終予選が終わったら全てを話すわ。試合後大会の控え室に来て。だって何の話やろうなこれ。 PBS に裏があるってどういうことかな。裏面のボーナスステージがあるとか。さすがにそういう意味じゃないと思いますけど。気になるわね。話を聞いてみる。そうだな。それに私たちに忍びの仕事を頼むっていうのが気に入った。そこまで言うなら期待に応えてやろうじゃないか。どうだみんな。うん、賛成。ええで。忍びの仕事っていうことなら話を聞きに行く価値はあると思います。よし、決まりだ。あら、ホムラグレン隊の皆さん、 P1 グランプリは棄権して帰ると聞いたのですが。棄権は取りやめだ。私たちは戦う。大事な仕事が舞い込んできたんでな。